よろししくお願いします今日は、えっと、量子コンピューターについて語りたいと思います。えっと、量子コンピューター、えっと、最近ですね、えっと、いろんな種類が出てきていて、まあ、誰でも気軽に使えるようになりました。で、その一方で、まあ、何かスタートしていいとか、どういったものが使えるっていうのが、まあ、よくわかんないということなんで、まあ、ブログ記事など書いてるんですけど、ここで簡単に紹介をしたいと思います。 で大きくですね、量子コンピューター、えっと、国内外で分けて、マシーンの種類がですね、結構数,数種類出てるんですけど、まず一つですね、量子アニリングタイプと呼ばれるものは、組み合わせ適化問題といって、た、ま、く、あ、数ある選択肢の中からベストのものを選ぶというものになっています。で一方で、グーグルとか IBM が出しているような、ですね最近は Amazon とか、エクソフトも、えっと、サービスで出してましたけど、まあ、そういったものはですね、えっと、ゲート方式といって、まあ、いろんな計算ができると。 いうので、組み合わせて、最適化問題以外に、材料計算とか、金融計算とか、まあいろんなものができます。で、その中で一番やはりですね、注目がされているのは、やっぱ機械学習、AI ですね。なんで、量子コンピューター使った AI っていうのは、まあものすごい、えっと、ポテンシャルを秘めてるんだけど、まあそれをですね、どうやって使うかっていうのは、まあかなり難しいということが、まあ分かっています。で、まあその量子コンピューター使って、まあ AI をやりたいと。 いうことで、まあ、量子 AI、量子人工知能とか、まあ、より専門的に言うと、まあ、量子機械学習と呼ばれる分野で、まあ、いろんな本が出たりとか、まあ、いろんなテクニックが出たりとか、まあ、Google はですね、量子機械学習向けの、えっと、ソフトウェアを出したいというふうにして、まあ、だんだん盛り上がりを見せています。ただ一方で、まあ、機械学習、まあ、じ、って言えばいいんですけど、人工知能、知能って言った場合には、まあ、人工知能っていうぐらいだから、まあ、人間のです、ね、脳みそを、 まあ、模擬的に模倣しなきゃいけない。つまり、あの、人間の脳みそを、そう、真似しなきゃいけないですね、構造を。で今のコンピューターで、えっと、そういった、あの、人工知能と呼言われたものに関しては、まあ、今のコンピューターを使って、まあ、ニューラルネットワークとかっていう形で、まあ、人間の脳を非常に簡単に模式化して、まあ、それをですね、模擬し、あの、つまり真似して、人間の脳みそを真似して使うということをします。 ただ一方で量子コンピューターっていうのは、まあ、実はね、その、今までのコンピューターは人間の仕事をさせるためにやってた。なんだけど、量子コンピューターは必ずしも人間の,あの仕事をさせるためにできてないという事情がある。なんで今のコンピューターはも、えっとも、ね、との人の,あの仕事をまあ簡単にするために開発されてるけど、量子コンピューターっていうのは実はスタートはそこではなくて、 物理を使った、ダイレクトに物理の法則を使ったコンピューターということで、まあ、もはや、こう、なんですか昔は人間は地球が中心で天が動いてると。で、えっと、天動説ですね。けど実は自分たちが動いてて、宇宙はあって、宇宙の中をぐる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 自分たちが回ってたというのと一緒でですね。今までのコンピューターは、まあ、人間中心のコンピューター。でも今後の、今度のコンピューターは 量子コンピューターは人間中心じゃないというのが事情にあるんで、まず宇宙があって、まあ、その中に地球があるように、まず量子コンピューターがあって、まあ、その中に一部に人間の活動があるという感じになる。なので、人工知能って言った場合には、まあ、量子コンピューターの大きな枠組みの中で、まあ、人工知能ってのはちょ,っとちょっとした領域になるわけですけど、これ,はこれが果たして量子コンピューターで、きちっと量子コンピューターで、 人工知能がきちっと計算ができるかどうかっていうのは実は結構数年やられてて結構、えっと、量子コンピューターの内部で人工知能を再現するっていうのは、まあ、効率が悪いというとことが、まあ、なんとなくわかっています。で、なんでかっていうと、まあえっと、えっとまあ、今のコンピューターで人間の脳をもしっきりやる場合には、まあ、ニューラルネットワークといってこう、ね、入力から出力までを こう順番にですね、結構密に繋げていって、あのおの神経を、まあ、ちょっとすごい簡単に、あの、模式化したものを使うんですけど、まあ、量子コンピューターはその途中の処理の一部が、まあ、ちょっと苦手と。できなくはないんだけど、まあ、すごいそれをやるには非常にリソースを食べ、食っちゃうんで、量子コンピューターではなるべくやりたくないと。で、その代わりに、やっぱりより、より人工知能に近いもので、 さらに、まあ、量子コンピューターにもっと得意なものを探していこうという流れになります。なので、今のコンピューターでいうニューラルネットワーク、もしくはディープラーニングと呼ばれるものと、まあ、実は量子コンピューターが得意な計算にで、そういったニューラルネットワークとか人工知能というような近いものっていうのは、実は全然違っているんじゃないかということが、まあ、なんとなく分かって,きているということがあります。なので、今までは人間の脳みそを 使って人工知能を使ってたんですけど、ま量子コンピューターの場合には、その人間の脳みそをそのままですね、あの、量子コンピューターに実装するのは、あんま効率的じゃないということが、なんとなくわかってるんで、まあ、量子コンピューターにぴったり合った形で、まあ、使いやすいものを使うというふうな流れになっています。じゃあ、その時に、じゃあ、ニューラルネットワーク、人間の脳みそに対して、 あるのコンピューターはそういったモデルを使ってたのに、じゃ量子コンピューターに最適なものっていうのは、じゃあ何だろうと探していくんですけど、まあ、最近ですね、まあ、特にうちの会社とか、あの、で、まあ自分自身で注目しているのが、まあテンソルネットワークという方式で、まあ、それはですね、もともと物理学に非常によく使って、よく物理学の世界をきちっと表現できるということで、効率的に表現できる手法があります。その実はそのテンソルネットワークを、 量子コンピューターに実装すると、まあ、その量子ディープラーニングみたいなものっていうのが、まあ、なんとなくおぼろげに作れるんじゃないかっていうのが、まあ、分かってきていると。で、特にまあ日本とか中国とか、あとアメリカとかで、そ量子ディープラーニングですね。まあ、ちょっと夢の夢なんですけど、量子ディープラーニングみたいなやつは、まあ、ちょっと研究が始まっていて、まあ、特にですね、Google のチームは量子コンピューターですね、作ってるんですけど、 それは、えっと、西海岸のサンタバーバルのあたりで作っているチームとは、また別のチームがあって、GoogleX という、えっと、研究が主体のチームがあるんですけど、そちらの GoogleX チームの方が、ま、転送ネットワークですとか、量子機械学習、量子人工知能のようなものを、やはり転送ネットワークを使って作るということをスタートしていますし、ま、それをですね、一部ツールとして提供をしています。なので、もしかしたら、すけど、転送ネットワーク、 うまく使えば、量子コンピューターの世界でも、人工知能ですね、ニューラルネットワークみたいなものをうまくですね、あの使うことによって、より効率的に計算ができるんじゃないかということを、まあ、期待するわけです。そうなってくると、まあ、もはや模擬的に作っているのが、人間の脳みその神経細胞ではなくて、その物理の,その法則そのものなんで、まあ、知能ではないで、AI、アーティフィシャルインテリジェンスじゃないかもしれないですね。 なので、まあ自分自身も、なんかこう、新しい名前を付けた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ業界では、まあ量子人工知能というのは、まあ専門的には言わなくて、量子機械学習といって、コンタムマシンラーニングとか、あとコンタムディープラーニングとかっていう形で表現されるんですけど、まあそれですね、もうちょっとわかりやすい形で、じゃあ人間の知能じゃなかったら、じゃあ何なのかということを、まあ今後はですね、名前を付けていって、 分かりやすく社会に還元していくということを通じて、まあ、私たちの生活に、そういったですね、量子コンピューターを使った複雑な計算を恩恵を受けるということができるかなと思います。個人的には、例えば、えっと、まあ、前に思いついたのは、量子、えっと、人工知能、アーティフィシャルインテリジェンスに代わりに、まあ、人口、例えば減少、減少というのは、例えばこう、竜巻が起きるとか、 あと波がこうバシャンバシャンって海に、あの、到達するとか、雲ができるとか、雨が降るとか、まあ、いろんな自然現象ですね。なので私たちが意識しなくても勝手に地球がそういった現象とか、まあ自然現象ですね。を起こすわけですけど、まあそういったのと一緒で、量子コンピューターっていうのはそういった現象を再現するという機能を持ってますんで、それを人工的にその世の中の 物理法則にのっとった現象を再現するという意味で例えば人工現アーティフィシャルフェノメノンとかっていうことで新しい言葉が必要なんじゃないかなと思いますそういった人工現象といった形で私たちが今まであの私たちの、えっと、脳みそをですね模擬的に計算してきた代わりに世の中の波とか 雨、雨気候とかちょっと難しいかもしれないですけど、非常にですね、あのいろんな物理現象をコンピューターで再現できれば、非常にたくさんの利用方法があると思いますので、そういったですね、人工知能の概念の代わりに、量子コンピューターを使った新しいですね、コンピューターの使い道っていうのを大きく提案していくということをですね、今後は量子コンピューターの発展とともに、どんどんなんなんですね、みんなで築いていって、 じゃあ例えば気候変動だったりとかあとしたら材料開発だったりとか、まあ、そういったですねなるべく人間の活動よりもさらに根本にあるような、まあ、自然現象とか、まあ、社会現象よりもより根本的なところを再現できるとで人間がいつでも再現できるということが、まあ、非常にですね大きな恩恵を受けるんじゃないかなと思いますんで、まあ、そういった量子コミーの新しいですねあの使い方に ま非常に期待感を抱いています。で、あとはそのエコーっていうのも非常に大事で、まあ、今自分たちが住んでいる地球をまきちっとですね、長く住めるようにしていくということで、まあ、今のコンピューターは非常に熱の問題があります。なので、ちょっとですね、どん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 小さくしていくと、その熱がどんどん出てしまうので、今のコンピューターを私たちはですね、今後21世紀です、ね。どんどん使っていこうともすると、もう熱がとんでもないことになる。 なんでエネルギーを消費してしまうんで、そういったなるべくエネルギーを消費しないで、まあ継続的に地球のそういった現象を利用できるコンピューターということで、まあ実は量子コンピュータはただ計算ができるというだけではなくて、まあ非常にですね、地球環境を含めた、まあ今後の持続的な社会ですとか、持続的な地球規模での活動を維持していくためには、必要不可欠なマシンじゃないかと思うんで、 今後ですね、まあ、広い視野で持って、量、ま、子、あ、コンピューターぜひですね、勉強して見てもらいたいなと思います、はい。で、えっと、今回の、えっと、転送ネットワークに関しては、えっと、非常にたくさんですね、最近注目されているので、まあ、資料が出始めています。特に Google はですね、1万年かけて、あの、計算、今のクスパコンで1万年かかる計算を量子コンピューター200秒でできましたというニュースがあったんですけど、うん まあ実はその今のコンピューターの1万年という計算も、まあ、テンソルネットワークを使うと20、20日間とか2日半とかっていうふうにですね、急激にですね、あの、差が縮まるということで、まあ、非常にテンソルネットワークっていう、えっ、ー、と、技術を使うと、非常にたくさんいろんなことができるということなんで、まあ、ぜひですね、そういった分野に注目して、まあ、物理学の新しいですね、あの、分野を開拓してもらいたいなと思いますので、ぜひ、あの、注目して、 あの、興味を持ってもらいたいと思います。はい。ありがとうございました。